最初に田中さんからお電話いただいた時に、まずはこの建物、旧白い家の建物を買っちゃったんだよねって、なんか面白いことをしたいと思うんだけど藤本さん一緒にやってくんないかなっていう話で、で早速現地を見に来たんですけど、4階建て の、 鉄筋コンクリートの建物で、どうしようと思って、でもしこの4階建ての、今は普通に見えるけれども、その中に床を全部抜いて、梁は、柱と梁は残してですね、4層吹き抜けの大きな空間を作って、ホテルのロビーにもなるだろうけれども、それだけじゃなくて前橋の人の集まれるような、広場というかリビングスペースみたいな、そういう半分公共空間みたいなものが作れたら、で天窓からもう光が差してきて、半分もう外みたいな感じの開放的な大きな空間が作れたら、この普通の外観とのこうギャップも面白そうだし、こう意外性がありながら、でも街の一部として、建築そのものの面白さだけじゃなくて、こう街の新しいこう核みたいな、拠点みたいなものとして面白そうだなっていうアイデアを思いついたんですよね。おそらく現地を見ていた時にすでにそういうふうに思ってたと思うんですけど、で早速田中さんにまたお電話で、こういう大きな吹き抜けを作るというアイデアを思いつきましたと。だけど床面積が普通に考えると減っちゃうので、それがもし大丈夫であれば、で田中さんがそれ面白いと思っていただけるなら、面白い建築になっていくような気がするので、どうでしょうかっていうふうにお話をしたら、あ、それ面白そうだねってすぐもう即答で、その方向でやりましょうみたいな感じで、で早速図面とか模型とかを作り始めて、だからそういう意味では今ここに実現しているこの大きな4層吹き抜けの、で柱梁がむき出しになっていて光が入ってくるっていう空間は、本当に一番最初の最初のインスピレーションだったんですよね。でただ出来上がってみて、改めて今日もグリーンと家具が入ってる状態で見たんですけれども、予想をはるかに超える面白さ、素晴らしさで、我ながら驚きました。空間の奥行きがこううまく作られているんですけども、そこにさらにグリーンが入ってくることで、すごく人間スケールのヒューマンなところから突然向こうの方に果てしなくわーっと広がっていくような空間が見え隠れして、しかも歩き回ると階段を上がったりすると、見る視点によってその空間の広がりがこう刻々と変わっていく感じがものすごくダイナミックで面白くて、でそこにレアンドルのこのアートだったり、安藤さんのカーテンだったり、いろんなものがこうそこに集まりながら全体を作り出していて、あ、最初のインスピレーションは単なるこう出発点だったんですけども、それがこういう形でいろんな人とのこう楽しい議論とかいろんなアイデアが盛り込まれて、でようやくできたんだなっていう、そういう感慨深さはありましたね。ババカ通り側の丘というか土手というか山というか、あれは本当にプロセスの中で、こっちのもともとあった建物に関しては大きなコンセプトの吹き抜けのコンセプトは最初からはっきりしてたんですけども、ババカ通り側はどうしようっていうのはずっとみんなで議論していて、でその中でたまたま、これも田中さんからのお話で、岡本太郎さん の、 太陽の鐘を持ってくるっていう、でおそらく太郎さんのこのパワーに感化されたんでしょうね乗り移ったというか勇気をもらったというか、でババカ通りってすごくヒューマンで味わいがあって、昔ながらのなんか雰囲気が残っているいい通りだなと僕大好きなんですけども、でもそこにそれまでは割とそれをこう自分なりに建築でもう一回そのババカ通りのヒューマンな雰囲気っていうのを藤本建築的にこう作り直すような提案、そうじゃないのかなって思い始めて、
あえてそこに全くない今岡の太郎のこう鐘がこう森の木々と土手の中にこう生まれ変わったようにですね、あえて今ここにはないけれども新しい何かいい意味での違和感とともに全く新しい都市環境みたいなものがそこに持ち込まれて、でもそれがもしかしたらこれからの前橋のこう街の可能性を切り開くような、そういう何かあり方ってないかなと。でちょうど同じぐらいの時期に田中さんも、いやーまあグリーンだよねと、前橋を全部森にしたいよねっていう話もされてたこともあって、で僕も北海道出身で森とか雑木林みたいなものはすごく建築の、ね、原風景みたいな風に考えてたので、だったら建物を作るというよりは森のような土手のようなものがわーっとババカ通り沿いに突然開けてくる。でしかもあそこって白岩のいわゆる1階部分までこう上がるんですよね。上がっていく時の風景が他の向こうにこう道が消えていくような感じ でその向こうに何があるんだろうってい こう期待感を作ってくれるような、そういうあり方だったら街の中の道とはちょっと違う新しいこう道空間みたいなものが、でそれが白山でずっと続いていて、そうすると建物の提案でもあるけれども同時に街の作り方の提案でもあるし都市環境の提案でもあるからとても面白いんじゃないかなというようなことを考えて、で建物全体、新しい建物全体がですね、緑の山のような土手のようなのを持っていったんですよね。で皆さん驚きながらも喜んでくださってで白岩の大きな方向性がそこでまた固まってっていうような感じだったので、で、まあ、実際ね作ってグリーンの山って街の中に作ってみてどんな感じになるんだろうっていうのは一発の不安はあったんですけれども、できてみると本当に何ですかね、やっぱりある種の驚きは当然あって、だけれども、まあ、僕らもそこは気を使ったところなんですけども、決して驚かすために作ってるわけでもないし、ある意味では昔からなんかそこにあったかのような、で同時に何か新しいような、そういう調和とそれから驚きが両方こういっぺんにやってくるような、そんな感じになってくれるといいな。そしてそこにこう生命力というか雑草も含めて何かがこうまさに生き始め芽吹き始めているような、そういう力強さみたいなものが出てくるといいなと思ってたんですけど、それが本当に実現していて、であれをこう階段の道を登ったりね巡ったりするの視点の高さも感じますし、すごくこう面白くて、多分街をああいう風に有機的に動き回りながら体験するっていうのはなんか新しいこう今までなかったものなんじゃないかなっていう気もしていて、そういう意味では何か価値あるものを作り出したんじゃないかなっていう考えはありますね。